ございます。先週の質問募集動画やインスタグラムでたくさんの方からのレジについての質問をいただきました。本当にありがとうございます。今日はその質問に答えていきたいと思います。これからレジンを始めてみたいと思っている方も多いみたいなので、今日は私の使っているレジン用品や、あとは持っているドライフラワー、あとは普段使っているワイヤーの種類なんかをお見せしたいと思います。初めて紹介するものもあるんですけど、皆さんの参考になったらいいなと思ってます。まずはじめに、私の動画内で一番よく使われているレジン液がこちらです。これはアメリカ版のアマゾンで購入しています。日本版のアマゾンと表示が違うので、ちょっと買えるかどうかわからないんですけど、アメリカに来てからは私はこれをいつも愛用しています。裏側は中国語でブワーッと書いてあって、初めて使ってみるときはどうなのかなと思いながら使ってみたんですけど、気に入っている理由として3つあります。1つはとても粘度が低いのでサラサラしています。私はよく着色剤と混ぜて使うので、サラサラしていた方がすごく使いやすいです。そして2つ目、今このレジン液を使って1年ぐらい経つんですけど、ちょっとこう黄色くなったりする変色などは特に今のところは見られません。そして3つ目、いつもこの 200g のこの大容量を何個かまとめ買いをして、こっちに移して使ったりしています。レジン液って決して安いものではないんですけど、結構これはコスパもよくって、値段的にも気に入ってます。そして次にこのクラフトアレンジ、これは日本にいる時に愛用していました。ただアメリカに来てから日本の製品を買うことが難しいので、あまり使えていませんが、変色もしないし匂いも少ないし、仕上がりも綺麗にできるので気に入っていました。次に星のしずくソフトタイプです。これはあまり普段使いはしないんですけど、こんな風にすごく柔らかくってグミみたいな仕上がりになるので、このレジン液そのままこう切ったりもできたりするので、いろいろこう工夫ができるんじゃないかなと思ってます。次にタカラネイルの UV レジン液クリアハードタイプ、これは普通の透明のレジン液なんですけど、粘度がとても高くて表面をぷっくりさせたい時なんかに使っています。そして最後、これはアメリカに来る前にレジン液をたくさん買っておこうと思って、ちょっといろんな会社のものを注文してみたうちの一つなんですけど、私のアクセサリーの保管方法がいけなかったのかなと思うんですけど、ちょっとレジンが黄色く黄ばんでしまったので、もう今はほとんど使っていません。次に着色剤です。基本的に 1,2,3,4 種類のものを使っています。このお宝ネイルレジン着色剤は基本的な色が全て揃っています。宝石のしずくもそうだと思うんですけど、青、オレンジ、黄色、ピンク、黄緑、黒、赤、白、たくさんの色が使えるので、初めて着色剤を使ってみる方にはこういったタイプもおすすめです。次に最近新しく買い揃えた着色剤がこのビトラーユです。この着色剤について買った当初詳しく説明をしているので、詳細が気になる方はぜひリンクから飛んで見てみてください。下の概要欄にも貼っておきます。ちなみに一言で言うと、透明感が素晴らしくて、こういった、これはターコイズの色なんですけど、こういった複雑な色味が一発で作れるのが気に入ってます。次はこのカラーアートレジンというものです。これはレジンに混ぜて着色剤としても使えるんですけど、そのままレジンにこうお絵かきをして硬化させれば、そのままレジンとしても使える、すごく面白いものです。このカラーアートレジンは結構こうスモーキーな色もたくさんあるので、秋冬なんかのアクセサリーにも使えました。これも前の動画で紹介していますので、気になる方は概要欄から飛んでみてください。それからたまに登場するものなんですけど、これは日本にはまだあまり出回ってはいないと思うんですけど、アメリカでとっても人気なアルコールインクというものです。レジンに混ぜて着色剤としても使えるんですけど、本来はこういった2液性のレジンと組み合わせて使うことが多いみたいです。これ横から見てみるとすごくこう面白い形になっていて、なんか立体なこう波打つような模様が出来上がるんです。なかなかこういう模様って作り出せないので、このアルコールインクならではの技法だと思います。
昔の動画でこういったものも作っていたんですけど、あまりこう日本人の方には受けが良くなかったので、最近はほとんど作ってません。下にその動画も貼っておきます。こういったアクセサリーにもできたりするんですけど、日本人にはあまりこうヒットしないんですかね。皆さんどうですか、こういったの。あとアルコールインクを使うとこういった技法もできちゃったりします。このパジコさんで購入したハンディライトを使っています。これは携帯なんかの USB のプラグに差し込んで使うタイプなんですけど、30秒と60秒自分でセットができて、ライトの交換が必要ありません。こんな風に開けてこう置けもするし、閉じたままこうやって手で持ってかざすだけで交換ができるので、仮交換をする時なんかにすごく向いています。で、仮交換が終わったら、この大きな 36W タイプでしっかりと硬化するような流れで使ってます。こういったタイプはここがこんな風に開くので、この大きなものもこう下にこう置いてできるので、とても便利かなと思います。ただこういったタイプはこの中にライトがついているんですけど、このライトが切れたら交換しなくちゃいけないです。次に手持ちのドライフラワーを紹介したいと思います。これはここ最近ハンドメイド手芸材料のココットというお店で購入したドライフラワーです。ハーバリウム用として売られていたんですけど、レジンでも使えるかなと思って今回はちょっと試しに購入をしてみました。いろんな色に着色されているので、カラフルに使えるかなと思ってます。日本はドライフラワーがいろんなところで売っていて、ドライフラワー専門のお花屋さんなんかもあると思うんですけど、アメリカだと全然ドライフラワーが売ってなくって、増加ばっかりなんです。なのでこれはウィッシュっていうアプリで買ってみたドライフラワーなんですけど、こんなちっちゃいのが届くのに1ヶ月ぐらいかかりました。そしてこれは日本から持ってきたドライフラワーです。スターチスとか、ちょっとこう名前のわかんないものもあるんですけど、ラベンダーとか、ちょっと名前のわかんないものもたくさんあるんですけど、ミニバラとか、なんかいろいろ持ってきました。アジサイ、ちょっとこれいつも置いてる場所から持ってきたんですけど、この箱もセリアのボックスをこう全部ボンドでつないで、めちゃめちゃ簡易的な収納スペースを作りました。あとはもうインテリアとしても飾っているんですけど、こんな感じで壁にドライフラワーを飾ってます。ユーカリの葉っぱとかアジサイ、あとはこうポンポンのお花とか。これ木でできてるんですけど、こういうのが結構アメリカ多いんですよね。あとはカスミソウとか、花束でもらったお花なんかも逆さに吊るしてドライフラワーにしてここに飾ったりもしてます。これもアメリカで買ったんですけど、木でできてるお花です。日本にはあんまりないかなと思います。あとはプリザーブド加工がされているアジサイのお花を6色持ってます。アジサイがすごい大好きなので、一時期このアジサイのアクセサリーばっかり作ってました。このプリザーブドフラワーは特別な液に浸して加工がされているので、ドライフラワーみたいにこう花びらがパリパリしなくて柔らかいので、アクセサリーの製作なんかにはとても向いてると思います。こっちはドライのアジサイなんですけど、ドライはこんな風にこうすぐ花びらが崩れてしまうので、ちょっとこう慎重に使わないとアクセサリーにはなかなかしにくいかなと思います。でも私はこのドライのくすんだ感じもすごく好きなので、両方とも使っています。で、次にシリコンケースどうやって保管してますかってことなんですけど、特にこう特別な保管方法はありません。こんな風に大きなボックスの中にただ入れてるだけなんですけど、できるだけこうホコリがつかないように
こういうカバーがあった方がいいかなと思います。ただこういったシリコンのモールドはゴミとか小さなホコリとかがすごくつきやすいので、使う前にこういったレジンクリーナーを綿棒とかにこう染み込ませて拭き取ってあげるとホコリがすごくきれいに取れます。これはパチコさんで購入したレジンクリーナーです。次に一番質問の多かったワイヤーについて紹介していきます。まずはじめに私は日本のワイヤーを使っていないんです。アメリカに来てからワイヤーアクセサリーを作り始めたので、すべてアメリカで買い揃えたワイヤーとなっています。なのでもしかしたら紹介しても日本では買えないのかもしれないんですけど、ちょっと私も日本でどんなワイヤーが売られているのかちょっと知らないので、皆さんの方が詳しいかもしれないんですけど、一応今回こんなのを使ってますよっていう程度で紹介したいと思います。動画を見てくださっている方は分かるかなと思うんですけど、だいたい使っているのはいつも20ゲージと24ゲージの太さを使っています。なのでこの種類はよく使うのと、この種類のワイヤーも同じ20ゲージなんですけど、とても使いやすいです。あとはあんまりこうアクセサリー向けではないんですけど、こういった太さのものも持っていたり、あとはこれ30ゲージのワイヤーなんですけど、これ昔細いワイヤーをビーズと組み合わせながらねじって作る小枝のアクセサリーが大好きで、一時期ハマって作ってました。こういうのは細い30ゲージぐらいのワイヤーじゃないと手が痛くなるので、そのために細いワイヤーは持っているんですけど、ワイヤーアクセサリーを最近作るようになってからこういった30ゲージの細いものはほぼ使わなくなりました。最後に値段はこの種類はだいたい 3.99 400円ちょっとぐらいです。こっちの種類は24ゲージが300円ちょっとぐらい、20ゲージが900円ちょっとぐらい。この夏に日本に一時帰国をするので、その時に日本のワイヤーもいくつか買い揃えてアメリカに戻ってまた作ってみたいなと思うので、また買ったら皆さんに紹介したいと思ってます。それからブラックとネイビーのワイヤーがあったので試しに買ってみました。またちょっと可愛いものができたら皆さんにお見せしたいなと思ってます。